12月30日、ブラックピンクが YG エンターテインメントを離れ、同社の子会社であるザ・ブラックレーベルに移籍するとの報道がありました。K-POP ヘラルドによると、ブラックピンクは YG エンターテインメントを離れ、YG エンターテインメント傘下の関連会社であるザ・ブラックレーベルにマネジメントレーベルを変更するとみられています。最初の噂を受け、YG エンターテインメントから、ブラックピンクの社内での位置づけに関する新しい声明が発表されました。ブラックピンクがザ・ブラックレーベルに移籍するという報道に関する声明で、YG エンターテインメントは事実ではないと述べています。以前、テヤンも YG エンターテインメントを離れザ・ブラックレーベルに移籍し、アイコンは契約更新をしないことを選択したと発表されていました。こうした報道を受けて、SNS 上ではブラックピンクを愛するファンたちが、たくさんのコメントを上げて盛り上がっていました。ザ・ブラックレーベルが YG よりも上手にブラックピンクを管理してくれることを願っているよ。ブラックピンクをザ・ブラックレーベルに移籍させるという噂があったけど、YG はそれを否定して、また YG は新しいグループをデビューさせるみたいだね。ブラックピンクはツアーと契約が終わって来年どうするのかな。YG を離れて他の会社に行くか、一緒にブラックレーベルに移籍するか、ブラックピンクとして続けるのか、またはソロアーティストとして活動するのか。彼女たちが何をしようとも、私は彼女たちがキャリアのために下す全ての決定をサポートするよ。私はブラックピンクが大好きです。ジス、ジェニー、ロゼ、リサも大好きで彼女たちに会いたいです。彼女たちが心に決めたことは何でも成功するよ。